なわけでね、今回はアメリカはカリフォルニアからネットラジオで活躍されている辰巳さんの番組一番トークに出演してきました。海外で活躍している日本人ということでね、たくさんの著名人も出演しているこの番組にウエピーも声をかけていただきました。この番組どんな番組かっつうと、海外で頑張る日本人の生の声をお届けするみたいな、そんな番組です。やけんが、まあ、オーストラリアに限らずいろんな国でいろいろ頑張ってる人たちがおるんよ。でその人の話、例えばカルチャーショック受けたことだったりとか、なんでそこに行ったのかとか、なんかこう失敗したことだったりとか、そういうね、こう現地のリアルな情報を聞くことができるみたいな、そんな番組です。で、俺の今回の収録ではなんでオーストラリアに来たのかとか、まあオーストラリアでいろいろあったこととか、例えば動画で言うと車沈没した時の裏話やったりとか、あとはまあ俺の生い立ちみたいなところまでちょっと話したような気がするね。そんなのどうでもいいよ。まあそう言うなって、中にはそういうのも聞きたいっていうレアな人がおるかもしれんやん。ケンタロスほどいるかどうか。とにかく気になる人は一番トーク .com に行ってください。リンク貼っときます。それか iTunes か Podcast で一番トークって検索したら出てくるみたいやけん、チャンネル登録してから聞いてくださいね。それでは皆さん、チャオー。